フォンラブ日常演武です。最高のおせちはスターバックスのバナナを使ったフラペチーノと米粉ロールケーキを含む新商品を食べていきたい。バナナは私の大好きなフルーツなのでね、それは食べなければいけないと思い、休みがじゃ発売初日朝一で店舗行って食べてケーキした。その前でまずは祝いも大事というちょっとこちらのキノコカネトリティーヤから食べていきます。バナナ食べたいそうです。早く食べてバナナもちゃんではいただきます。むすみさん、スターバックスから自分の大好きなバナナ商品が出たとあってはもう行くしかないでしょ。昨日の大雨でもしかしたら延期されるかもとか心配してたんですけど、それが当たることもなく無事に販売されててよかった。で味についてですけど、やっぱりこの優しくまろやかな甘さがいいね。だけどキノコのカレーやブルーベリーベーグルも負けじと美味しさを発揮してくれています。噛めば噛むほど口の中で広がってくる。ちょっと意外な副兵もいますね。これはもっといろいろ食べたくなるバナナなんですけど、また新しいの出てくれないかな。あなたは何か気になりますか？それぞれの商品についてのレビューはこのあっ。ブルーベリーね、弾力のあるもちっとした食感の後から来るさっぱりとしたクリームチーズがすごく広げてくれる旨味が美味しい。ブルーベリーの酸味もじわっと広がっています。ぜひ食べてほしいです。最後に飲んだポンコンのポンメイバナナキャラメルブルーベリーなのでしっかり覚えておけ。キャラメルの香ばしさ、ほろ苦さ、そしてバナナの優しい甘さ見事に混ざり合っていて、ストローで吸った瞬間にミックスが一気にふわっと広がっています。だけどそれぞれ強烈に主張しているわけではない。バナナの匂いバランスでまとまっていて美味しい。アナサプラスのバランスの絶妙です。というわけで今度はバナナの米とロールケーキとアユリフラルのピッカーチンをな、一つバナナの優しい甘さとおっしゃるとした食感やキャラメルの香ばしさを存分に楽しむ、バナナ好きならぜひ食べてほしい、ほしい商品だと思った以上に賞代表としてご点とさせていただきます。それではフォンリーキマボありがとうございました。おたぶと賞はスタバに商品を選べてみた動画でした。あなたがもし気になったものがあったらぜひ食べていただける、私も嬉しいんです。ただではまた次回の演目でお会いしましょう。